はい、どうも、ゆーチャンネルのゆーです。本日はラウンド1に来ております。今回ね、アームマックスのクレーンゲームがあると思うんで、そちらの方をやっていきたいと思います。はい、そしたらね、一つ目、全開ソリッド、孫悟空ですね。こちらの方をやっていきたいと思います。まあ、普通にやっていきますね、こちら。最初の、この動きでどうなるかですね。ああ、まあ乗りますかね。そしたら、どうしようかな。そしたら次、下の方ですね。こっちでも乗ってみて、ああ、うまいこと話してくれたらいいんですけど、話さんと思うんですけど、そっちの方でやってみます。これで、どんな動きですか？あ、話さんよね。そうですよね。あ、でも戻ってきてちょっと箱出たんでいい形にはなりましたね。そしたらまあ次押してみますね。ちょっと出たんで、ちょっと押してみてもちょっとダメやったらまた考えますね。あー、ちょっとまだ厳しいですかね、その押すのには。まだそしたら次奥ちょっとギリギリ持ってみて、まあどんな形になるかちょっと引きずり出したいですね、向こう側に。あー、ちょっと失敗したな。ちょっと奥にやりすぎましたね。そしたら次右奥をちょっと左爪でちょっと押す感じでちょっと手前に出せるかどうかやってみます。あ、でもちょっと出たな。出るね。あー、いける。そしたら次は左爪を左奥でちょっと狙ってみるかで、ちょっと押していけるか。これでうまいこと押してくれたらいけるんちゃう？あー、ちょっとまた失敗しましたね。ちょっと狙いすぎましたね。よし、そしたらまた一緒のあたりをねちょっとやってみますね。で、ちょっとでも動いて落ちてくれたら嬉しいんですけど、これで結構こういう設定ちょっと簡単になってきたんで、おっ、いい感じじゃない？あ、おお、いいですね。じゃあ次手前持ち上げる形でギリギリちょっと狙ってみていけるか。ここで跳ね上げろ。ああ、ちょっとやったな。手前持ち上げる形でちょっとギリギリちょっと狙ってみます。またこれで行って弾いてくれたらいいんですけど、若干持って落とせ。イエス。完璧ですね、今回。このアームマスク式も僕にとっては簡単になってました。そしたら2戦、全開ソリッド、孫悟空、グッドです。はい、そしたらね、次、ロジャーのですね、アームマックス式、こちらもやっていきます。まあ、こちらもね、最初は普通にやっていきます。まあ、次の一手でどう動くかでちょっと次の方法が変わってくるので、まずこちらの最初の一手でどう動くかですね。はい、形になりましたね。え、次な、そしたら上から押してみます。ちょっとだいぶ手前に来たんで、ちょっと押してみてもいけるかなと思います。あと場所だけ。あ、でもいいとこ行ったけど、ちょっと浅いか。あー、ちょっと浅かったですね、やっぱり。そしたら次も一緒のような形でちょっとギリギリを狙っていきます。あ、ちょっとギリギリすぎましたね。そしたらもう一回同じような場所をちょっとギリすぎたんで、もうちょっと手前をやります。うわー、今回はちょっと手前すぎましたね、逆に。あ、でもちょっといったな。あー、いいですね。手前にちょっと上げる形やりたいな。ちょっと狙っていきますね。あ、ちょっとやってまったな、これは。持ってしまうぞ、これは。あー、ちょっと持ってしまったな。今までちょっと落としてもらったら分かったけど、ちょっときついな。あははは、ちょっとこれはやばいな。
手前ギリギリやな次これは。ちょっと手前ギリギリよ。かかれ、ちょっとちょっとでもかかれ。まあいいよ。そしたらもう一回一緒のようなところらへんを狙って、まあちょっと出とるところを中心に狙っていこうか。よし、いいとこ行った。これででも、おお、でもじゃあ次、手前乗っとるとこやな。弾け。ああ。次、奥の方やね。ちょっと、狙うか。これで動いていくの。もうそのまま落ちろ。よし、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 よかった。いいよ。はい、そしたらね、ワンピースのロジャー、こちらをゲットです。そしたら次行きます。はい、そしたらね、次、キューボスケットのインディアン車。こちら、ただ単に欲しいというだけでね、終わったぜってなってですね。一応、落ちたんですけど、ここまで行ったかなってきました。そしたらね、次、かけてみようかな、片方に。あー、でもちょっと手前すぎたんで、ちょっと動かんかな、これは。あーですね。次、後ろ持ち上げるかな、上がらんかな。ここで上がってくれんから、ちょっと空いてるんで。ですよね。そしたら次、入れてみよう。動いたけど、どれぐらい動くかやね。うわ、やば、これはちょっと動き悪いぞ、これは。やばいね。そしたら、これもう無理やったらちょっとやめますね、もうちょっと。動き弱そうなんで。うわぁ、ちょっときついな。これは僕の完全に下手くそです。次行きます。はい、次ね、そしたらアームマックスのお菓子ですね。のポテトチップスのウサチ、これを狙っていきたいと思います。まず普通に持ってみます。これでどんな感じでなるかですね。今一緒ですね。ああ、ハマって向こうに行っても取りやすそうですけどね。普通に。そしたら、まあ、後ろギリギリちょっと狙ってみようかな。で、まあ、ちょっと持ち上げる形でいけば。ここでどんな動きするか。あ、持っちゃったね。持ってますよね。あ、でも、いい形かな。はい、そしたらね、手前かな。次、手前向きに持ってみて、落ちるかどうか。じゃあこれでいけ。もう落ちるけど。よし、オッケー、やりましたね。いいですよ。はい、そしたらね、ポテトチップスですね、こちらの出来です。ありがとうございます。次いきます。はい、次ソースカツという名の当てですね。こちらの方をゲットしていきたいと思います。これでちょっと晩酌しようと思います。はい、そしたらこれでどう動くかですね、1回目で。こんなんでもすごいですね、やっぱり強いと。ああ、いいですね。これはもう次、押したらいけそうじゃないですか。そしたら押していきますね、上から。あ、これでいけるかな。ちょっと重たいで。ああ、ちょっともう1回かな。倒したらいけるかな。それじゃあ押していきます、上から。いけるか。よし。よっしゃー、ゲットです。総通括ですね。こちらの方ゲットしたんで当てにしたいと思います。それでは帰ります。はい、そしたらね、今回ね、ラウンド1でアームマックス機をやっていきました。いや結構ね、アームマックス機ってね、僕苦手だったんですけどね、だいぶ前には。結構簡単に取れますね。皆さん試してみていただいてもいいんじゃないでしょうか。それでは開封していきます。はい、うちに帰ってきたんで、フィギュアのですね、孫悟空とワンピースのロジャー、こちらの方でね、開封していきたいと思います。それではやっていきます。はい、上の方を開封していきました。ロジャーの方はですね、結構詰まってますね。まあ悟空の方結構パンパンに入ってますね。意外に思った以上ですね。こ
んな感じで入ってます。そしたらこれを組み立てていきます。はい、そしたらね、組み立てていきました。いや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 、いいですね、ワンピースのロジャー、悟空、いやー、両方ともいいですね。そしたらね、今回の動画これで終了したいと思います。少しでもね、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では。